はい、おはようございます。永田です。さて本日のオーバーブースト視点の方はエクストリームガンダムアイオスフェイス、こいつにね、新作になってからとんでもねえ武装がついたということで早速使ってきました。というのもこいつの第3形態極限進化状態の後ろ角に新武装として宙返り、それこそストライクフリーダムの、現在の後ろ角とかあの宙返りがねついたんすよ。これ聞いてさ、いやいやないでしょ、あの宙返りはストフリが、3000だからこそ、許されてる遅延武装なのであって、それがね25コスにつくはずがないと、仮についたとして楽園の後ろ角みたいなああいうまがいもんでしょって思った、そこのあなた。ところがどっこい、本当についてるんすよね。マジで挙動そのまんまで、メインキャンセルもできて、なんならアイオスはストフリみたいな変なふわふわって感性かかってなくて、素直な挙動なんで、そこも含めてかなり使いやすいと。でさらに言うと、今現在3000コストの後ろをやる、いわゆる低コストの界隈、根こそぎ振り向き降りてくなるものが取られて、いやー自衛どうしよっかなってね、結構困ってる人多いと思うんだけど、その中でこの機体、振り向き降りてくの宝庫じゃないですか。第2の特殊、第3の特格の武装2つどれも取られてないので、でそれに加えて宙返りがプラスされたんで、めちゃくちゃ遅延できるんだよね。だから俺、今だとさ、キマリスが暴れてて、さすがにこいつキマリスのね攻めを全部受け切れるかっつったらノーではあると思うんだけど、そこら辺がなくなって、もうちょっと環境進んでいくにつれて、じわじわと流行ってくる読みなんだよね。最終的に黒部の、ヤクト動画が流行ったように、あんな感じでね流行って、おいアイオスいつまで遅延してんだよ、キメえなみたいなこと言われる未来まで俺は見えた。だからさっきも言った、3000の攻撃の抵抗、別にそれに限らなくていいけど、自衛力の高いキャラ欲しいなって思ってる人はちょっとアイオス触ってみてもいいんじゃねえかなとは思ってる。でもエクガンの宿命としてさ、素体から始まるわけだから、相方の、立ち回り負担とか、あとは元々の安定性、そこら辺は多少ぐらつくとは思うんだけど、第三極限になってしまえばマジで硬いから、新規の後ろ角合わせて落下テク豊富だし、一応ミドリロックで今作打ったら 20% 減だっけ威力が、そういうのもあるけども、サブでアウトレンジから攻撃もできるし、で主張するときはブー角でみたいな感じで、かなり完成度高いキャラになってると思うので、ちょっとお試しあれって感じです。あと今作のアイオスを語る上で外せないのがランブ覚醒技の追加ですね。アイオスに限らずエクリプス、あとゼノン、あの25エクガンシリーズどれもべっこべっこのねランブ覚醒技をもらってかなり気合入ってるんですけど、アイオスもその例に漏れずめっちゃかっこいいっす。ちょうどこの対戦で覚醒技パナすので、そこまで実況やっていきましょう、よろしく。つうわけで2戦目、敵の編成がガンダムレギルスとエアリアルですね。さあまずは素体ということで早めにいろいろ回収しておきたいが、ここまでは特に変更点とかないよな。ちょっと他はね見つけらんなかったんで、君の目で確かめてみろって感じですが、なんとかデータプレッシャーを当てたいがなかなか。さあ相方のキマリスがガンダムレギルスに衝突して、そっからデータプレッシャーでも良かった気がするが、ここで進化状態ですね、アイオス。さあアリスファンネルを出して、そっから追撃して進化ゲージを貯めていきたいところ。このアリスファンネルもどちらかというとね、緑ロックで、出しておきたいみたいな、そんな武装で、そうなるとね共通調整のあれで、多少あれか、火力が下がると思うんですが、耐久優先よな。さあなんだかんだじわじわと進化ゲージが溜まっているので、後ろにこもって前はキマリスに任せてオーバーブーストやってくれてるので、こちらはエアリアルにサブ射撃のアリスファンネルを出して、そっから追撃して強化ゲージが溜まった極限進化第3形態のアイオスフェイス。さあそっから間髪入れずファンネルを飛ばしていく、跳躍するこの願い。もうこうなったらかなりカチカチなので、遅延に遅延を重ねていきたい。エアリアルがバーストを吐いて、それは置いといて、相方と一緒にレギルスを追って相方が落としてくれた。さあエアリアル見るところにここはファンネルを出してと思ったら、向こうがガンビットを出してきたので、ガンビットね撃つのがやっぱ遅いので、疑似体状態で、特にそのわちゃわちゃ動く必要がなかったら、ガンビット一回まとわりつかせて、しっかり逃げるみたいな、
まあそんな感じですかね。さあガンガン降りてくを使って、この後ろ格闘のねストフリがマジでストフリなの。アイオスだけどストフリ、何を言ってるかわからないが、さあレギルスビットを回避しつつ、まあこのね後ろ格闘からメイン、さらに落下テクにつなげることもできるのでいいっすね。さあサブ固まったら雑に願いを跳躍させていくインフィニットチェイス。さあここはレギルスとの接敵か。メインから特格セイクリッドソード、思いを切り裂き、さらに特格派生で拘束して2対1の状況を作り出す。エアリアルも残りミリといったところで、まあ同時に相方も死にそうなので、ちょっとここは下がって、まあなんならまたねキマリス先行ってもいいよみたいな、そんな状況も作れるのがこの機体のやべえところなんですが、さすがにこれは使わざるを得ない逃げの C 覚醒だが、これは着地を取れそうだ。覚醒技エグザフェイスにつなげていく。未来を守る力の極致、このアイオスの技すべてぶったたき込みまくる、この新規乱舞覚醒技、これよこれ、めちゃくちゃかっこいい、すげえ気合入ってるよな。もうこのエクストリーム系がねフル部から参戦してきて10年以上経過してきてるわけですが、今までさ覚醒技とあと勝利ポーズで似たようなポーズしか取らなかった置物同然仏像かなみたいな感じのエグザフェイスがね、こんだけグリングリン動いてくれておじさん嬉しいよ本当に。あんだけゴテゴテしてて動きにくそうなやつがビュンビュン動いてるとこ見るとね、エクガン系とは付き合い長いけどまた新しい一面を見れたみたいな、ちょっとドキドキしちゃいますね。あとこれもキャラ関係ないんだけど、今作カメラの演出がさらに強化されてるような気がすんだよね。今までとはちょっと違った見せ方というか、なんだろう、うまく言語化できないんだけど、例えばそれこそこの機体の覚醒技の初段エグザフェイスでサーベルで2回切るところとか、今までにないスピード感っていうんですかね、そういうかっこいい見せ方といいますか、もうごめん言語化が絶望的に下手くそなんだけど、まあ、とにかく新しいカメラワーク演出を取り入れてるような気がする。まあ、それは別に新技だけじゃなくて、まあ、既存の格闘のね派生だったり、まあ、そこら辺もちょっとカメラ変えてかっこよく見せたろうみたいな、まあ、そういう意図を感じるところがね多くて、やっぱキャラゲー方面から見るとさ、そういうカメラワークとか演出すごい重要なんで、まあ、さらにできるようになったなエクバって感じですね。はい、そんなところでそろそろね結構喋ったんで対戦の方を見ていきたいと思います。まあ、ちょうど極限進化状態になってるんでね、ここからどんどん遅延していきましょう。カチカチの極限進化アイオスフェイスでございますと。さあ相方がローリングバスターライフル、そっからこっちが固められればよかったが、まあ、3発目が入ってなかったっぽいですね。まあ耐久も350と、まあ、割と3025の後ろとしては微妙な感じになってるので、まあ、後ろからねアッザム見たらしっかり後ろ書くと誘導切りを入れて向こうのビームを無効化すると。今作のアッザムなんかアクション増えてたりしないのかな。あのねビーム砲上下誘導マジ強いんだよな。まあ、そこら辺気をつけておきたいところだが、ウイングゼロがそう格闘空振りしたんで、まあ、さすがにゼロシステム来るなってところでディスティニーボーダーを張っておく。近寄れば腕でたく。やっぱこの後ろ角宙返りからのメイン降りてく欲張ってる感やばいね結構やってると思うんだよなこのキャラ、気のせいかな。さあそんなところで壁際に追い込まれたプラス敵領域が覚醒ということで、まずは特殊アサルトフォームを置いて自衛に1回成功、自衛を突き従わせて、さあどんどん自衛やっていくわけだ。最後は後ろ角闘でギリギリで照射を避ける。さらに後ろ角闘、これは非常に噛み合ってる。さらに後ろ角闘落下も使ってなんとかウェーブしのぎきることができた感じか。さあ浮いて後ろ角闘、やってることストフリのそれなんだよな。しっかりとギャンの、ダウンも取りつつ向こうの照射も避ける。いい感じに C 覚醒が溜まったんじゃないのか。まあ、最初結構ねしょうもない被弾をしていましたが、まあ、なんとかウェーブ乗り切ったのでうまい感じに C 覚醒が溜まった。なんかうまい抵抗の人みたいじゃん。でラストはバリアブルライフルをウィングゼロに当てて終了です。それではラストの対戦見ていきましょう。敵モビルスーツの編成がキマリス・ビダールとシャイニング・ガンダム。今作ねビダールも強いんでダブルキマリス普通に成立するんだよね。ガエリオ・ボードウィン急に本気を出してくる。そして対面のシャイニング・ガンダムは2000コストに落ちてるので、まあ、そこら辺も頭に入れて対戦しなきゃいけない。ちなみにこの対戦1回シャイニング落とすまで全く気づきませんでした。あれ？コソーバシャイニング耐久多くね？みたいな。
さあそんなわけで最初はね、まあ、いつも通りエクガンの素体から始まってるわけで、まあ、早めにね進化状態になりたいが、さあデータプレッシャーしっかりと当てて、そこから特射で落下する。進化状態になっちゃえばね、まあ、とりあえず振り向き降りてく2つ使えるので、まあ、なんとかなるといったところか。まあ、サブもあるしね、攻撃能力も上がるので、いやー流行りそうな気がするけど、どうだろうな。どうだろうね。ちょっとガンダム馬を使ってみてください、いつものやつ。さあ振り向き降りテクをふんだんに使ってシャイニングガンダムから自衛をして、しかし意外と2人に挟まれているので、まあ、ちょっとポジションチェンジといったところか。いいですね、後ろ格闘からのメイン。おっと危なかったが、ダインスレイブはなんとか盾で、そこから相方と連携して、まあ、いろいろやっていくわけだ。シャイニングから距離を離そうと思ったら、キマリスビダールが目の前に来た。15連射のマシンガンを頑張っておけるが、横解く。なすすべもなく、C 覚醒入って。さあ、ここはやり返していく。エグザフェイス。すべての力、出し切って。最後は一刀両断。惚れるぜ。この格技、マジでかっこいいな。さあ、とりあえず、出し切るものは出し切ったので、あとは相方に任せておきましょう。シャイニングガンダム2000なので、コスオバが。ちょっと軽い。コスオバが軽いってどういうことだ。まあ、耐久が高め。だがここは風格2回入れて、キマリスビダール落として終了です。はい、というわけで以上がオーバーブーストのアイオスフェース。まあ、今後環境が進んだら採用されそうな予感がするので、まあ、この予感が当たったら後で褒めてください。というわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の長谷もご期待ください。